こんにちは、はっちゃんです。今回新しいキャンペーンを始めるということで、新しい企画がやってまいりました。ライブ配信者にね、お願いしてライブ配信で、いろんなレースの決勝戦とかで、僕が軍資金を、僕とあとチャリロツさんがスポンサーになって、軍資金を渡すんで、その軍資金を使って、車券を買うと。で、車券を買って実際にもし車券が当たるとその全額を、プレゼントしようかなと思ってます。メール会員さんにプレゼントしようかと、そんな企画をちょっと始めようと思ってます。で、具体的に、かける金額ですけど、G1 の決勝で、100万円、G3 の決勝で、50万円で、F1 の決勝でもちょっと始めようかなと思ってるんで、 F1 の決勝では10万円、まあ、ナイターとか、あの昼間ヤマケンさんがやってるところとか、ナイターピーターがやってるところもやっぱり勝負した方が、全員やった方が盛り上がると思うんで、ヤマケンさんや、ピーターのところでもやると。プラス、ミッドナイトですね、翔太君がやってるミッドナイトでも、決勝で10万円、モーニングのね、カズ君がやってるところも、決勝で、こちらはね、売り上げがあんまりないんで、5万円でいきたいと思っています。これをね、当たるとね、的中金額を、確定したら、その金額、ルーレットを回します。ルーレットを用意してるんで、ルーレットを回して、ルーレット出た金額を、人数で割って、プレゼントしようと思ってます。例えばね、10万円、当たった場合、1万円とルーレットで出たら、1位から10位の方へ、売上ランキング1位から10位の方へ、1万円ずつプレゼントしようと。10万円当たった時に、例えば5000円と出たら、20名の方に5000円を、20名の方へプレゼントすると、そういう形になっています。だから当然 G3 の決勝とか G1 の決勝とかだと金額がでかくなるんで、もらえる人数も増える、もらえる金額も増えるというところで、かなり熱い勝負が期待できるかなと思ってます。例えばグレード決勝に投資してね、500万円僕が的中させたとすると、でルーレット回しました、で10万円が出ましたと。そういう形になると、1位から50位の方へ、合計500万円ですね、プレゼントすると。10万円を、50人の方へ、プレゼントするという形になってます。仮にね、504万円、まあ、そんな500万円なんてぴったりにあんまりならないんで、一点買いした時ぐらいしかならないんで、504万円当たりましたと、まあ、5043020円とかね、そんな感じになることも全然あると思うんで、504万円当たったってなると、50位までの方に10万円、ルーレットで10万円が出たらですね、50位の方までに10万円、プラス、ちょっと端数が出ちゃうんで、4万円ちょいの端数が出ちゃうんで、そしたら4万円の端数を、51位の方へプレゼントするという形になってます。仮に1000万円的中して、1万円ルーレットで出ましたとなると、1位から売上1000位の方まで、売上1000位の方まで1万円ずつプレゼントするという形になります。それで、端数が出た場合はね、例えば1000、1万円が出た、1000万3000円だったという感じだったら、1001位の方へ3000円をプレゼントさせていただきます。この企画ね、11月と12月もずっと続けていこうと思ってるんで、まあ10月に関してはね、9月の売上ランキングでもう確定しちゃってるんでどうしようもないんですけど、11月の場合はね、今月なんで10月のね、売上によって決まってくるんで、10月にね、チャリロトで車券購入していただいて、メール会員さんがとなるとね、ランキングを上位に行くんで、当選確率もアップしていくという感じになるんで、ぜひ11月、12月のためにもね、10月、11月と車券買ってもらえたらと思います。この企画もし好評であればね、僕とチャリロトさんで協力してね、頑張ってお金を出し合って、来年の1月以降もね、続けていこうと思ってるんで、チャリロトさんからね、僕は1000万円もらってます。チャリロトさんから予算として1000万円もらってて、それ全額12月まで行こうと思ってます。僕はね、正直何レースやるかわからないんで、チャリロトさんからもらってるのはね、グレードレースで僕行くんですけど、全額、F1 や、カズ君の F2、ミッドナイトの翔太君のところに関しては僕が全額出すんで、もしかしたらね、月何百万か出すことになるのかなと、2、300万ぐらい出しそうだなとは思ってるんですけど、まあ、僕も月200万、300万、まあ、年間で1000万ぐらいはちょっと頑張って、年間でっていうか3ヶ月1000万ぐらいはちょっと頑張って出そうかなと思ってるんで、合計1000万円以上、1500万とか2000万とか、それぐらい投資することになるんで、でね、回収率仮に 100% だったとしたら、その1500万から2000万はメール会員さんに全部配られるんで、これはかなり美味しいのかなと思ってます。プラスね、たくさん車券を買ってくれてる方にね、日頃の感謝の意味を込めてね、そういうプレゼントができるっていうのは、僕としてもね、まあ会社としてもね、
あの、はっちゃん競輪ライブのチームメンバーとしてもね、すごくありがたいし、あとはね、配信者もね、マジで当てて、視聴者にね、還元したいっていう思いで決勝頑張ると思うんで、決勝戦ね、より盛り上がったライブ配信になって、みんなたくさん見に来てくれると思うんで、楽しみにしてもらえたらと思います。まあ、ライブ配信で仮に当たったとしたら、もう当たったその場でね、ルーレット回して、金額も決定させ、まあ、払い戻し金も当然確定すると思うんで、払い戻し金確定して、人数も確定してね、決定したもので、そのまま振り込みに行きたいと思います。ちょっとね、振り込みまではね、タイムラグがあると思うんですけど、茶色さんにもお願いしないといけないんで、その点はちょっとご了承ください。まあ、ご営業日ぐらいにはできると思うんで、それぐらいは見といてもらえたらと思います。あと、グレードレースですね。グレードレースに関しては、僕にね、投資してほしいと多分チャリオスさん思ってると思うんですけど、せっかくなんでね、エース君車検めちゃくちゃうまいんで、エース君にもね、ちょっと挑戦してもらいたいというところで、まあ僕とエース君の半々でやるか、エース君に 100% でやってもらうか、僕 100% でやるか、まあその辺はちょっと挑戦しながらやりたいと思います。半々になるとね、やっぱ当たる確率上がるんですけど、金額が落ちちゃうんで、まあどうしようかなっていうのがちょっと悩みつつなんで、まあその辺ね、コメント欄でも意見もらえたらすごいありがたいんで、ぜひ意見いただけると嬉しいです。それでは皆さん頑張っていきましょう。ぜひ車検購入もね、チャリオトで、他社も使ってて、ね、チャリオトを使ってるよっていう方も、ぜひチャリオトをね、より多く使っていただいて、このキャンペーンの権利をね、受け取ってもらえたらと思います。また、キャンペーンの当選者ですね、全員ニックネームで、コメディ欄で公開したいと思ってます。なんで、コメディ欄チェックしてもらえたらね、当たったよっていう方は、わかるんで、そちら見てもらえたらと思います。ちなみに1位の方は、僕らが車検当たるたびに毎回全部受け取れるんで、とんでもない数受け取れると思います。多分1位から、まあ、5位か10位ぐらいまでは全部受け取れるんで、もうすごいですよ。ドル箱です。ずっとドル箱積み続けてるみたいな状態になるんで、ぜひね、上位目指して頑張ってもらえたらと思います。まあできればね、1000円ぐらいまでの人に配れるようにね、僕も、予想頑張るんで、ぜひよろしくお願いし、1000円ぐらいまでの人にも1回はね、絶対配れるように頑張るんで、よろしくお願いします。それでは皆さん、次はライブ配信でまたお会いしましょう。バイバイ。頑張るぞ。ガッガッガッ。